メガラのエウクレイデスメガラのエウクレイデスは紀元前400年頃のギリシャのソクラテス学派の哲学者でメガラ学派の創設者中世の編者、翻訳家たちはユークリッド言論で知られるアレクサンドリアのエウクレイデスとしばしば混同したエウクレイデスはメガラで生まれアテナイでソクラテスの弟子となったソクラテスの死後メガラに戻り亡命を望む 他のソクラテスの弟子たちを自宅に保護した。エウクレーデスの著作は何一つ現存していないが、様々な古代の文献の中で論じられ、引用されている。プラトンの中期末の対話編、テアイテトスの冒頭でも、対話者として登場している。エウクレーデスの哲学はエレア派とソクラテスの概念を統合したものだった。エウクレーデスはエレア派の 万物の本源を、ソクラテスの善の実相を同一視し、それを道理、神、心、知恵と呼んだ。それは存在の本質であり、永遠不変のものだった。エウクレイデスは善は一つ、しかし我々はそれをいろいろな名前で呼ぶことができる。ある時は知恵、ある時は神、ある時は道理と言い、善と反対のものは存在しないと宣言した。これらの協議は、 経験によって実証できる現実と矛盾するように見えるが、エウクレイデスは、非コール存在は存在の種になることなく、存在し得ず、存在の本質は、善ゆえに、善の反対のものは存在できない、と主張した。エウクレイデスの教義を継承したのが、アリストテレスの商用学派と並ぶ、古代の重要な学派であるストア派の論理学者たちで、ある。 エウクレイデスには三人の重要な弟子たちがいた。ありがとうございます。